産経新聞、令和3年1月11日月曜。産経省。同僚には学生時代に弁論部で活躍した猛者もいる。書くことと大勢の前で話すこと、どちらが難しいか聞いてみた。答えはどちらも難しいが、難しさが異なるという。文章は読み返せるが、弁論は聞き返せない。端的に聴衆の心に響く言葉を織り込めるかが鍵だという。9日の土曜、土光杯全日本青年弁論大会が行われ、行政改革を推進した土光俊夫氏の若い人の声を聞きたいの一言から始まった大会は37回を数える。コロナ禍でオンライン形式で弁士が登壇したが、私が考える日本強靭化をテーマに若手論客の新鮮な言葉にあふれた。土光杯に輝いたのは会社員鈴木俊介さんで、演題は歴史を知り感謝するということ。先輩が築いた会社の歴史、祖先から受け継がれた家族の歴史など身近な例から広げ、先人が築いてきた日本の歴史に誇りを持ち、知ることが強靭化につながると語った。土光氏の出身地、岡山県にちなんだ特別賞、岡山賞を獲得した東京農工大生物システム応用科学府の永瀬舞子さんは、演題、私が研究室から見た日本の未来で体験をもとに基礎研究の窮状と重要性を語り、科学力が日本の強靭化に不可欠だと訴えた。今年のテーマの強靭は文字通り強さのほか、しなやかさや回復力など各人さまざまなイメージを持つだろう。審査委員長の渡辺俊夫拓殖大前総長は好評で、あえて曖昧なタイトルにした狙いに触れ、狙い通り歴史、農業、環境、古典など幅広い分野から提言をもらったと話していた。11日の成人の日はコロナ禍で自治体の式典が見送りになるなど、いつもと違う日となった。静かに家族や友人に送る言葉を探す日にもなればいい。